っぽくて色化が溢れてて、なんだか見ているだけでゾクゾクしちゃうわ。そんな目で人を見るんじゃありません。大体あなたそんな格好でちゃんと戦えるの？この格好ってとっても動きやすくて便利なのよ。そっちこそ大丈夫なの？わしの格好は何の問題もないはずですが。だって履いてないんでしょ？着物って確かそういうものよね。なんたるセクハラ。そんな質問に答える気はありません。真面目ね。なんだかやりにくいわ。そっちが不真面目すぎるんです。あら、私たち気が合うかも。どこがですか？正反対な性格な人同士って逆に惹かれ合うのよ。磁石みたいにね。で質問、その着物の下って履いているの？しつこい。答える気がないって言ったはずです。仕方がないわね。だったらその着物をビリビリにしちゃって確かめようかしら。面白い。やれるものならやってみなさい。鎮魂の湯に沈みましょう。任務開始。まだ終わってねえ。こっちだ。リーダーを渡したる。
地獄極楽まっちけ。やんだめよ、わさりチュッチュッ。ダメ、あ、焦らないで。手ごたえのね、任務じゃ。これで着物の下の秘密は分からずじまいね。はあ、もっと真面目に戦ったらどうですか。そんなことじゃ忍びの世界じゃ生き延びれませんよ。あら、私のことを心配してくれるの。優しいのね、あなた。わしは善人じゃ。優しいに決まっとる。それって悪人にも優しいってこと？それはほら、そうやってすぐ真面目に考える。真面目なのは結構だけど、それだけじゃ答えが見つからないこともあるわよ。だったらどうすればいいの。もっと自由になってみたら。自由？私が抜け人だから言うわけじゃないけど、自由に生きることで見えてくるものもあると思うの。なるほど。しかし、わしには悪を滅ぼすという悲願がある。それを達成するまでは自由に生きることは。悪を滅ぼすね。だったらどうして私にとどめを刺さないの。それは あなたはなんとなく憎めない人だから。ありがとう、そう言ってもらえて嬉しいわ。わしも自由になれるのでしょうか。自由になってもいいのでしょうか、黒影様。こんなところじゃろ。実るほど頭を垂れる稲穂じゃ。新しい技を思いついたんじゃ。あなたたちは善を蝕む悪です。その存在を見過ごすわけにはいきません。善を蝕む、私がアスカを変えたとでも言いたいのか。そうです。なるほど、確かに私の存在がアスカを変えたかもしれない。しかしその逆も言える。
アスカによって私も変わった。お前流に言うのなら、アスカは悪を蝕む善ということだ。私とアスカは戦いを通して分かり合った。そして今ではお互いに影響を与え合っている。まあ分かりやすく言えば、アスカは私にとって最強の友達ってことだ。最強の友達？そんなバカな。善と悪が通じ合うなんて。おじい様、私はこの事実をどう受け止めればいいのですか？ごちゃごちゃ頭で考えるな。お前もアスカと限界ギリギリの戦いをしてみればわかるはずだ。ただし、アスカと戦いたいのならまず私を倒す必要があるがな。わかりました。そこまで言うのなら、私はあなたを倒す。そしてアスカさんともう一度戦うまでのこと。鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。やりますね。見くびっていました。いただいておきます。それなりにできますね。見くびっていました。見くびっていました。いただいておきます。いただきました。動作もありません。いただいておきます。いただいておきます。忍び天心。秘伝忍法受けてみなさい。受賞点受けてみなさい。受賞点
毎順次よ。いざ、鎮魂の夢に舞い散る。秘伝忍法。喰らいなさい。受賞戦。はっ、ふん、ギャー。バカな。バカに。余裕。秘伝忍法。受けてみなさい。受賞戦。やりやがったな。チッチッ、終わって、止まるか。すべて正義のために。やるじゃないか。しかし、あなたは余力を残しています。まだ完全決着とは言えません。どうする？もっととことんまでやるか？いえ、ここまでにしておきましょう。限界ギリギリの戦いはアスカさんとやりたいと思います。な、ちょっと待て。アスカと戦うのは私に勝ったらと言ったはずだ。考えてみればおかしな話です。なぜアスカさんと戦うのにあなたの断りが必要なのですか？え、それはだな。アスカさんはあなたの所有物ではないはず。だ、確かにそうだ。それは分かっている。しかしだな。そんなにアスカさんを独占したいのですか？最強の友達どころか、まるで恋人ですね。ば、
バカを言うな。何が恋人だ。もう勝手にしろ。アスカと戦えばいいさ。私はもう知らん。では勝手にさせてもらいます。終わったか。皆さん無事でしたか。うん。どうしました。浮かない顔をして。私さ、悪人の書いた小説のファンになっちゃったんだ。それでさ、とどめを刺すことができなくて、こんなんじゃ黒影様に怒られちゃうよね。わしもです。はるかの自由な心に正直惹かれてしまいました。日影ちゃんといっぱい遊んじゃった。悪を認めるなんて、我たちは黒影様の教えに背いてしまった。こんなんじゃ黒影おじいちゃん悲しむかな。皆さんに一つ聞いてもらいたいことがあります。おじい様は悪人を殲滅せよと言いました。でもヘビジョやホームラグレン隊と戦ってみて気づいたのです。私は悪の中にも光を見ました。やっぱそうだよね。私もそう思った。みのりもだよ。わしもです。我も同じく。悪人も善人も忍び、でもそう考えてしまったら私たちはおじい様を裏切ることになってしまう。だとしても私は知りたい。光と闇、善と悪の意味を。それでいいね。この声はアンパイ先生。お前たちも忍びなら自分の頭で考え、自分の体で行動するね。はい。そしてその答えを見つけるには波動学院がうってつけに。ホムラさんもそう言っていました。確かに悪人の心にも影響を与えるアスカさんなら私の望む答えを知っているかもしれません。お前たちが自分の力でたどり着いた結果なら黒影も文句は言わないはずね。わかりました。みんな、学園祭も残すところあと一つ。さあ、半蔵学院に向かいましょう。
さらなる修練を積ませていただきます。忍びの極みに一歩近づきました。新たな技をひらめきました。